はい、それではいただきます。いい香り。うわ、これはうまい。よし、できた。はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、ついにですね、こちらカズマックスブレンド、アバウトアスコーヒーさんとねコラボレーションして今まで作ってまいりましたカズマックスブレンドが、フォースブレンドを、出しますというお話と、さらにこれが通年販売をね、開始するという2つの、お知らせでございます。まあ、今までねカズマックスブレンド、ファーストブレンド、セカンドブレンドの、サマーブレンド、サードのウィンターブレンドと発表してまいりましたが、いよいよね4番でございますよ。でこれが、通年販売。まあ、今までね本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。カズマックスブレンドをねたくさん、お買い上げくださったんで、もうこれは通年販売してもいいだろうという段階に来ましたんで、いよいよですね4番カズマックスブレンド、オリジナルブレンドと銘打ちまして、いろいろ案はあったんですけどね、オールマイティブレンドとかのかっちょいい感じのにしようかなと思ったんですけど、まあ一番ね、まあ、シンプルでいいかなと思って、でカードの方も今までねいろんなイラスト使ってまいりましたが、あえて今回はこのファーストブレンド、一番最初に出したやつと同じ、まあ、一番カズマックスらしいかなっていうイラストを、あえてもう一回使いました。で一応裏面にもねまた説明書きがありまして、この豆に合わせてちょっとレシピも書いてあります。で詳しい味のことはねこの後流す動画で、まあ、ブレンドの様子と一緒にお届けするんですけれども、本当にいいのができました。まあこれまでねカズマックスブレンドたくさん作ってきましたが、その中で、まあ、自分が飲みたい、そしてみんなに飲んでほしいというね、のを探ってきまして、その中で、エチオピアとか、まあ、ルワンダとかいろいろ使いながら、柔らかい系統だけれども、まあ、しっかりコクもあってとか、もう本当ね、まあ、難しかったけどいい経験できたし、でその結果いいのできたし、まあ、ぜひぜひ本当にね皆さんに飲んでほしいカズマックスの、ブレンドができました。あ、そうだ、あと販売方法もちょっと変わってまして、これまでは、期日を決めて予約販売っていう形だったんですけれども、もうこれからはねもう通年販売365日ありますので、毎日受付はするんですけれども、1週間ずつですね、月曜日まで受け付けて、それを木曜日頃から発送という形になります。いや本当に良かった。このカズマックスブレンドをね置くことによって、この動画とか、まあ、チャンネルをね見てコーヒーやりたいなって思ってくれた方がもうカズマックスのね、豆を買えばとりあえずいいかなということで、ルートができたんで、まあこれによってね、新規のこうコーヒー好きを増やせるかなとちょっと目論んでます。いやこれまで、ね、これが悩みだったんで本当にありがたい。まあアバターさんにもねすごく感謝しております。いやまさかこんなことになるとはな。本当に皆さんのおかげです。本当にいつもありがとうございます。ぜひぜひね、このカズマックスのオリジナルブレンド、フォースブレンドもね、お試しいただいて、一緒にね、コーヒーを楽しんでいけたらと思っております。ぜひぜひ。概要欄にね、貼ってありますんで、チェックしてみてください。はい、というわけでね、この辺で動画一旦区切りにして、それでは、いつもの沼をどうぞ。もう本当毎回長くて、本当沼なんですけれどもね、よければ、ブレンドの様子、ご覧ください。よし、何回やっても何回やっても慣れないですね。うん、はい、というわけでまたまたやってまいりましたアバウトアスコーヒーさんでございます。今日もカズマックスブレンドを作っていこうと思うんですけれども、ついにもうこの時が来ましたね。ね、来ましたね。カズマックスブレンド、通年販売バージョンをこれからね、作っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まだ沢野井さんと一緒に作っていきます。はい、とりあえず今回作る豆についての前に、はい、これまでのカズマックスブレンドをちょっと振り返りますが。振り返りましょうか。
本当数は本当たくさん出ましたよね。そうですね、300、400と再販とかしましたけど、どれだけ回してどれだけ包んだか、ね、なんだかんだもうずっとあの小さな、ね、釜でやってくださってますもんね。来るたびにね、お店にずらーっとカズマックスブレンドとか樽とかなんか並んでて、なんかすいませんと思いながらこの前のやつもクリスマスまでに届けますって言いながら無理かもまあその、ね、あそうだろうなっていうような数だったんですよ本当に。見ましたもん ね、 あ、 のねあっちにあるの違う建物にもね、まあ、侵食しててありがとうございます本当にこれからもよろしくお願いしますとりあえずそのカズマックスブレンドがファーストブレンドが、ルワンダが主体でしたっけ、はい、結構なんか甘い感じで、ね、出来上がったコーヒーもなんだろう、あこんなコーヒーってあるんだみたいな、ちょっとびっくりする感じのしっかり甘みがあって、うんうん、あのレビューも皆さんたくさん書いていただいたんですけどね、深入りでこんなに甘みが出るんだっていう、ね、こんなの飲んだことないみたいな感じで、あやったぜみたいな感じですね別にシングルで置こうと思ったんですけど、うんうん、使い切っちゃったので置けなくなりました。たまたまいい豆だったんで、あの、あれだけでね、もう今後はできないんですけど、でも焙煎度的にはどのくらいでしたっけ？ウィンターブレンドのデイワンみたいな。あ、じゃあウィンターブレンドよりは結構浅いという感じですね、はい、でそれで次のセカンドブレンド、サマーブレンドが、あれでしたっけ、テーマが水出しにもいいってやつ。そうですね、ホットもいいし水出しもいい、はい、だから結構しっかりめで焙煎もちょっと深くなって、うん、そうですね、ですね、でちょっとだけしか入ってないインドネシアがしっかり長期化して、インドネシア使ったの結局あれだけでしたっけ。そうですね、そうです、しかも1割ですからね、うんうん、本当にちょっと、はい、で、それも再販して、ウィンターブレンドですね、はい、今度は、うん、デイ2までやってねまさかのえらい目に遭いましたね、はい、あ、飲んでてないか初日本当に帰るとき結構ね、お腹タポタポというかね、もう今日は無理ですって言ってね、まあでもすごくいいの出来上がりましたよ ね、 そうですね、毎回本当にレビューがすごく多くて、それも参考にしながらなんですけど、では今回ですね、はい、要はいつもあるブレンド、名前どうしましょうか、名前どうしましょうか、名前どうしましょうか、今決めないといけない要は出産のなんかプレッシャーみたいな何を作るかですもんね、テーマがいつものブレンド、いつものブレンド、いつもこの店に行けばこの豆が飲める、うん、このカズマックスさんのアバウトアースさんの豆を買えばいつもの味が飲めるっていうような、要は通年あの仕入れができるいつも手に入る豆の中から、そのいつもの味わいを、いい味わいを作るっていう豆で、何でしょう、焙煎度的には要はデイワンですもんね。デイワンを気持ちだけ一応深くしてます、うん、あ、わかりました、はい、そうですね、色結構深いですよね、はい、ちょっと物によっては温度で見てたんで浅く見えるやつあるんですけど、うんうんうん、一応デイワンには火は入れてます、うんうんうん、で、今回ちょっとあの固定概念にとらわれないようにいつものブレンドをっていうのも持って、うん、はいはいはい、ナチュラルウォッシュ表記してないです。あ、僕は何かわかってます。あ、なるほど、了解です怖いな、はい、まあ、本当味を見ながらね、とかパカマラとかも書いてないです、うん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 、もう産地しか書いてないです。わかりました、はい、純粋に味を見ながら、はい、まあ、本当多くの人に飲んでもらえるように、要はもうこれからはいつもあるわけだから、コーヒー始めたいと思って動画に来た人が、チャンネルに来た人がカズマックスの動画見て、あ、ここで豆売ってるんだ、これ買えば間違いないんだ、うん、これなら間違いないんだっていう、要は誰でも美味しく飲めるような、あんまりこう寄らずどっちかにとか、はい、要はオールマイティーに、万人に受け入れられるような味にしたいですね。そうですね。今前の全部ファーストからサマー、ウィンター、全部産地は3つしか使ってないんですよ。でもウィンターブレンドに関してはエチオピアの焙煎度合いを2つに分けてるから、はいはいはい、4種類混ぜてるんですけど、産地とか国で言ったら 3つしか使ってないんです。はいはいはい。ただ、まあ、今回いつものブレンドとかなんで、うん、全然3つ以上でも面白いかもしれないですね。軸がしっかりあるけど、まあ、角を取っていくために、うん、3つや4つとか5つとかでも面白いかもしれないです。ちょっとまた溝じゃない、沼が待ってるかもしれないですけどそうですね、基本だってブレンドって数多くなっていったらどんどん難しくなっていきますよね、はいはい、そ
そういうのもありかもしれない、うんうんうんまあ、とりあえずやりますか。はい、聞いていきましょう。はい、お願いします。お願いします。いつものブレンドやりたかったですよ。できるとは思わなかったけど。あ、ほんまですか。まだまだまだ前までは不安が拭いきれなかった、うんうん、静電気がすごい。なんで冬だからですか。じゃないですかね。全然入ってくれへん。はい、それでは準備完了ですね。準備完完了です。じゃあ冷めないでしょ、飲んでいきますか。はい、じゃあまず、ブレンドに必要なカッピングという作業をしていきます。味を人それぞれ見ていきます。それでは今回は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 13種類。要はストレートコーヒー、シングルオリジンがあるんでです。こいつらを混ぜます。さあ、今日は何時間かかるかな。まだまだありますよ。4、5時間できます。ガヨ、ちょっとお酒っぽい。あ、本当ですか。ガヨが一番その中では特徴、うん、この3つの中では特徴的です。でも一応インドネシアはここまでなんですけど。はいはいはい、インドネシアって感じがするのはやっぱりバリーな感じはします。ん？ブルーリントン。珍しく個人的にはあんまり好みじゃないです。ほんまですか？あ、そうか、今日はこぼしてもいいようにくるしてきました。ドジはやらないんですね。ドジはなるべくごまかせるように。そう、いつもここで時間かけちゃうからいけないんだ。とりあえず好き系をちょっとピックアップしていきますね。はい、先に目星はちょっと多少つけといて。わかります。好みを把握されている。寄せそうなやつ。完全に僕の好みが反映されてるんですよ、カズマックスブレンドは。いや、まあ一番あれですよ、今回カズマックスブレンド1年置くわけだから、要は特にもうカズマックス好きというか、今までこういうのを作ったからといってそれに寄せちゃいけないわけじゃないと思うんで、まあまあそうですね、もう本当にフラットな一番のカズマックスブレンドを作れればいいなと思ってるんで、なんかこういうそんな変なことは考えずに。そうですね、1位に近づくんじゃないか説で勝手に持ってるんですけどね。1位に近づく、カズマックスブレンドファーストに近づく説、うん、あでもあれかなりまた飲みたいっていう人も多かったんで、ね、あれは甘い感じとか、はい、これを下げなかったのが意外でした。カニガラザですか、はい、うん、ちょっと一緒に迷ったんですけど、ちょっと一旦保留で。捨て、いや、捨てないですね。またあの多分2週目で印象変わるから。また鬼畜ノイさんも発揮しないでいいですか。もう下げなかったやつもすぐに捨てるみたいな。何それ、怖いですけど。エチオピア、ケルチャホワイト、ケルチャブルー、面白いですね。ナチュラルとウォッシュと書いてないから、なんか僕は楽しいですね。僕見てるのが、僕は分かってるんですよ。全然分かんないですよ。楽しまれてる。でもその方がなんかこうね、フィルター通す、一枚フィルターなくフラットに見れますからね。うんうん、味を本当に純粋に見れる。うん。うん、圧倒的これ。うん、ガヨいいですね。カラグはね、前回チョコに合わないからっていうので、ああ、そうですね。最終選考で。うんうん。お珍しい、コロンビアが全部下がった。あれ、ケニア、エチオピア、ラテマラ、コロンビア、インドネシア、割といつもの面々が。よし、じゃあもう混ぜてきますか。冷めちゃうし、早速
ナチュラルウォッシュなんで。もう丸わかりカズマックスはナチュラルの生成が甘い感じが好きなんですよ、うん、柔らかい感じが。このカズマックスブレンド何度かやってる中で苦味によったのも結構あったから、どうなんだろうなと思ったんですよ。コーヒーって苦いの苦手とかっていう人も聞くし、実際この美味しいコーヒーでやった中でどうなるのかなって心配だったんですけど、はいはい、あ、美味しいと、こんなに深いのに美味しいとか、初体験みたいな。で、3つ飲んだけどこの深入りが一番美味しいとか、ウィンターブレンドが一番美味しいとか、結構みんな大丈夫なんだなっていうのは感じますよね。あ、深いのに、お、いやでもなんかこれはスパッとやりすぎてない。え、どれでした？スパッとやりすぎて。スパッといきました。満パン2杯。満パン2杯。いきますね。満パン1杯。満パン1杯。半。半。え、美味しい。いつも飲みたいな。あれ、そうそう、こんぐらいやったらこの子いてもいいかなって。うん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 、ブラジルも合ってますね。はい、はい、いいですね、このガイオとブラジルがいい感じのベースになってますね。なんか、はい、美味しい、パリ寄りのアリやなって思いながら。めっちゃ美味しいじゃないですか。結構毎回すごい量飲んでますよね、はい、我々ね。ほんまにデイワン、あの帰り死ぬと思う。結構胃がやられてた。カフェイン中毒で胃も三半規管も。さすがにね、美味しいもんでも、まあ、飲みすぎなくないですからね。真似しないでくださいね。これどういうやつかとか全然あの正解発表しなくていいんですよ。した方がいいですか？いや別に大丈夫ですよ。秘密のまま進んでいっていいですか？大丈夫大丈夫ですよ。大事なのは味だから。ライオ気に入ってはる。うん、ライオ結構好きですね。なんかあのジャワがすごく好きだったんですよね。あ、ほんま。サイレスも結構好きなんですよ。でもガヨは必ず混ぜる的な方向に今話がちょっとね、頭の中で、うん、軽くなりすぎちゃった。ガヨに引き寄せられてるみたいな。気に入ってしまった。うん、ガイオの安定感が欲しい。毎回この動画の編集大変なんですよ。そうですよね。無言が多いから。すいません。いやいや、それだけ悩んでるんですね、真剣にね。そうなんですよね。ちょっとガイオは浅くしたら、はい、なんかね、メロンとか。メロン、うん、お、あー、なるほど。あとはジャムみたいにちょっとバナナっぽさ。はいはいはい、感じ。トロピカルーナ、はい、南国ーナ、南国ーナ、ブルツーナ、ブルツーナ。だから3回ブレンドする中で、販売する中で豆率ってどれくらいでした？豆率 99.。 あ、やっぱりありがてえ。98から 99.、 うんうんうん、とかぐらいだと思います。ほぼほぼ豆買いですね、はい、あ、じゃあみんなミル持ってるんだ。やっぱり持ってはりますね。10個あるかないかぐらいです、うんうん、その全部出した中で豆じゃない方、多分その中のいくつかうちの家族ですよね。清水さんです。清水さんです。でもちゃんと豆と、ね、豆のバージョンと粉のバージョン両方買ってくださってる。うんうんうん、うん、引き目とかね、あとどっかに持っていくよとか、ね、別の方でもそれはあるんですよ。豆と粉で。ああ、そっかそっか、はい、やっぱりそうですよね。ミル持っていけない場所とかもありますもんね、会社とかね。正しい引き目がし、とか推奨する引き目が知りたい、うんうん、場合があるのかもしれないし、そういう場合もありますね。そうですね、最初引き加減なんて分かんないですもんね。結構見るによっても違うし。違いますね、びっくりします。ばらつきもあるし。思考がいや、なんか雑談挟んとかないと、カットした時になんかこう、うん、面白い話をどっか作っとかないと。出現した方がいいですね。あら。そうですね、その方がちょっと美味しいところがあった方が。カズマックスがトイレに行ってますもちゃんと使ってましたもんね。でその時に決めるっていうね、トイレで。え、言い訳めたんですか。
ちょっとトイレ行ってきます。あれが入りますね、トイレッチ。ライブの、ライブのトイレ休憩。それありかもです。よし、OK、じゃあ決めました。今決めたんですか。ブラジルとガイを11にあと何を入れるかって今考えてはるんですか。さっき沢野さんが作ってくれたのがそうガイオとブラジルが11入ってて、はい、で別のがいくつか入ってて、でこのバランスすごいいいなと思って、やっぱり重たい2つ、こいつをベースに何を乗っけていくか、うん、タルトの土台ができたからどんなフルーツ乗っけるかみたいな。入れ直します。そうですね、じゃあ外すものはもうじゃあ外しちゃいましょうか。はい、あの本当のこと言うとのニカラグアのアナエロビック、はい、前回使わなかったじゃないですか、はい、で結構話題性もあるやつだから、心のどこかで今回使えたらちょっと美味しいなみたいな使えたらなっていう気持ちは 1% ぐらいあったんですけど、やっぱり味見てちょっとちゃうなってなってありますか、うん、そう、しかもね、出しはしたんですけど、はい、メインで使われたら多分、うん、一瞬で底つくんですよ。ああ、そうなんですか。脇役中の脇役で使ってくれたらいけるかなぐらい。なるほど、あ、ちょっと結果ぐらい。黒い黒いお笑いコンビ。ジャルジャルとかそういう縛りにしていきますから。いやいやいや、何その縛り、いらないから。黒い服しかダメ見ない。いらないいらないいらない。でも今回あれじゃん、軸がもう一個ね、ね、なんか決まったから多分延長戦はない気がする。 Day 2は免れる気がする。お未遂未遂あれですね、あえてですね。あ、そう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 、ちょっと見どころ作んなきゃな。見どころ、見どころあくびってです。見どころ大好き。なんかありましたもんね、それ。僕が気づいてないだけであくびしてたみたいなシーンありましたね、前回ね。あ、気づいてなかったですか。はい、もうこぼしてるのも全然気づいてない。あ、本当ですか。はい、よしよし、1、2、3、4、5、6、7、8。次はブレイクしますか、こっちから。はい、僕は太る。まだ、まだ、まだ、まだです、まだ、はい、まだ、まだ、まだです。失礼しました。モリ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 、本来あれですもんね、あの浅入りとかでやるから そんなにこんなモリモリにならないんですもんね。で、あともうちょっと比率が薄いんで、こんなに粉まみれにはなってないんだ。あ、ここで一旦ストップで。わかりました、はい、あー、やっぱエチオピアいい香り。どうしてもエチオピアから離れられないです。じゃあ、はい、2回目2回目行きますか。行きましょうか。行きましょうか。ちょっとあざといっすね。誰狙ってるんですか。どこそを狙ってるんですか。どの母性くすぐりに行ってるんだよね。行きましょうか。行きましょうか。行きましょう。そっち僕でしゅ。あ、僕でしゅ。失礼しました。あー、おいしい。あー、だよーだよブレンドコーヒーって一袋になってるけど、あれってそうですね、混ぜて取った方がいいんですかね、どっちかっていうと。結局、まあ、どんだけうまくブレンドしていても、はい、ある程度偏りというか、はい、ちょっとのばらつきはあるから、まあ、それはそれ楽しんでいただいて、楽しんでもらうしか。はい、ね、だからもしかしたらサマーブレンドの時とかもね、うん、1割のインドネシアがグンって入ったら今日ちょっと苦味が強いのあったかもしれないです。まあ、それはしょうがないですよね、どこの豆も一緒ですよね。ちゃんと混ぜてはいるんですけどね。、うん、まあ、そういうところの誤差っていうのもまあ楽しみの一つですよね。あ、ちょっと今回は一つ一つ見るんじゃなくて、そんなことしてたら日が暮れちゃうから。日が暮れてる、日が暮れてる、日が暮れてますね。今夜中なんで。とりあえずブレンドをガイオ1、ブラジル1、ブエノスアイレス、あ、半半半半半15 5 種類増やしていっていたから。そうです、ね、結構ブラジルいる、うん、結構まったりな、
結構落ち着いて飲めるなって感じで。もう結構飲んでますよこれ。この前本当にすごかったですよ。定番は終わりが見えなかったですもんね。何回入れ直してもらったか。変な目の覚め方してましたもん。時間感覚おかしくなってましたもん、うん、何入れたっけ。いや、ここだから。今のより好きやな。これはエルポルベニールベニールとラタシータラタシータ11のガヨブラジル半々。うん、なんかバランス取れてますね。さっきちょっと重かったかなと思ったんで少し軽く。難しい。最終ジャッジ決めるの僕になるから。そうとりあえず入れて飲まないとですね。そうよし、じゃあちょっと一回入れてみますわ。はい、今のドリップやってて違うなってなったらまたこれ完全に冷め切ります。あ、そうですね。あ、そうだそうだ。じゃあ いくつか候補作っときましょう、はい、で、その中から選ぶか、はい、微調整するかみたいな、はい、そうですね、そうしましょうか。あえてここでナチュラルウォッシュを判明させましょうか。ああ、やってみましょうか。ナチュラル、ウォッシュとウォッシュとナチュラル、ナチュラルパルプドナチュラル、ナチュラル、ウォッシュと。そう、だからめっちゃ下げていくときには下げるだろうな、下げるだろうな。まあでもこれで完全に僕が味覚で選んでるってことが判明しましたね、はい、やっぱり今回のキーアイテムはガヨかもしれない。撮影3日前ぐらいにサンプル届いた。ああ、そうなんですか。よし、OK、豆は揃いました。なんか割と今回順調ですね。そうですね、とりあえずね、この流れいいっすね、はい、ちゃんと候補作ってやるっていう。なんで今までこうやらなかったんやっていう。積み重ねですね。経験ですね。はい、じゃあ候補が出揃いました。はい。お決まりみたいな。お決まりの。ああ。あまりあれですよね。入れすぎるとね、次が。そうですね。タポタポですもん、我々。はい。じゃあいただきます。いただきます。結構しっかり濃いですね。ああ違う。ブエノスアイレスが強い。かなりそっちに売ってますね、うん、ですね。2-1だったら1だな。あれ、香りは2の方が好きって言ってましたよね。言ってましたね。味はなんか結構振っちゃったなって感じ。3。いや、いいっすね、このいっぱい用意して比べるの。今までやらなかったやろ。ああ、おう、ふん。あら、なんだろう、これまでのカズマックスブレンドにあった優しさがちょっと欠けてる気がする。おお、つまりデイズ。いや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 、そっちじゃない、そっちじゃない。3か4な気はするんですよね。ここにエチオピアちょっと足してみて、どっちに合うかどうか、合うか、はい、でまとまるかどうか見て決めていいですか。はい、ちょっとトイレ行ってきます。え、トイレでまだ決めるんですか。ただちょ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 、入れなきゃ分かんないです今回は。決まりました。決まってないっすよ。っていうボケで トイレで決めるわけないじゃないですか。ん？ん？うん。
あ、でもだいぶ近くなった。やっぱカズマックスらしさってエチオピアなんじゃないか。基本エチオピア、基本エチオピア。うーん、難しい。よし、ここにしよう。いやでもこの動画で考えるカズマックスブレンドは絶対たくさんの人が飲むだろうし、ね、動画もまた見返されるだろうから、もうしっかりしたものを本当に納得するものを納得する動画にしないと。プレッシャーが、プレッシャーが、デイスリー、デイスリー。日数じゃないですよ、重いですよ。よいしょ。うん、抽出量変えました、てか、ま、裏も変えました。3エチオピア強化バージョン。しかしコーヒー業界界隈見渡してみても、こんだけ裏側を映してるコーヒー屋さんもなかなかないですよね。そうですね。それも、はい、エチオピア強化バージョン。エチオピア強化バージョン。3と4をエチオピア強化しました。これでどうなるか。胃にき始めてます。思ったほど柔らかくなってない、うん、なんでかな。何がこんなに来てるんだろう。結構なんかフローラルだけどスパイシーさのエチオピア、やっぱりエチオピアって感じが来てるのかな。特に3番の方からはスパイシー感が。これエチオピア由来ですか。かな、かな。良くも悪くもエチオピア由来。でもエチオピアってフローラだけどスパイシーみたいなとこあるじゃないですか。はい。私板じゃない。ガヨでもない。エチオピアかな。かな。え、そっか。なるほど。今回は逆にエチオピアがあだになっている。あの前とかはピンクブルボンがそれを。あー、緩和してくれてたから、少ないながらも主張強いからファンってファンってあーって言ってるけど、そっか。あれピンクブルボンありましたっけ。あ、ピンクブルボンあります。あ、でもそっか、ずっとはないんでしたっけ。あ、いやでもね、それなりには取れると思う。取れます。だから思いっきりメインで貼ったらちょっとわかんない。あのその緩和剤に今エチオピアで増やそうとした分をピンクブルボンに置き換えて入れてみていいですか。はい。ガヨではないですか。そっちじゃない気がする。そっちじゃない気がする。前回はね、ピンクブルボン入れたけど、なんか他の豆との兼ね合いでちょっとね、あの抑えられて、まあ、いつも通りになったんですけど、まあ、今回どうなるか分かんないんで、ちょっと最悪100円50円でもまあ上がるかも。いつもね、え、あ、そっか、あ、そっか、そうですね。いつものブレンドですもんね。さあ、長丁場の動画になってまいりました。今回もいつも通りピンクブルボンを5。よし、さあどうだ。今度こそどうだ。ほんと毎回面白いくらい苦戦しますよね。毎回途中までは動画の構成を頭の中で何とか考えてるんですけど、うん、このくらいの時間になってくると諦めてる。もう編集日に頑張れ、何とかしろみたいな。何とかしろ。これで決まってほしい。なんか良くなったような。これ体力消耗しますよね。しますだいぶ。明日休もうか悩んでるぐらいですよ。精神疲労度が結構持ってかれますよ、ね、持ってかれますね。エネルギーが、目に見えない何かが、うん、なんか僕の声拾ってくれてるかなっていう。こ
声張ってください。よし、おほほ追加3番。おほほ追加3番、えらいぼっちゃ。参った参った。ピンも順調だったんですけどね。ねえ、私は良かったんですけどね。難しいもんですね。だんだんテンションが深夜になってきた。本当にこのまま寝れますか。ほんまですか。手元がおぼつかなくなってきましたよ。よし、終了。終了か分かんないけど、いや、あの味覚が多分、いや、いけるいける、大丈夫大丈夫。さあ、どうかな。まあでもさっきのスパイス感減りました。うん、あ、そうか、やっぱりエチオピアだったのか、はい、さっきのは受け入れたくないみたいな。いやいやいや、うん、うん、3と4の区別つかなくなってきました。飲みすぎです。飲みすぎ、はい、やばい、わからん。どうしましょうか。多分これ味取れなくなってきてますよね。ですよね、はい。今すごい葛藤っていうか、現実を受け入れるのを拒絶してる顔してるじゃないですか。現実逃避。やばい、コーヒーの味が分かんない。さすがにこんな飲まないですか。さすがに、多分飲みすぎて味覚がバグってわけわかんなくなってきました。でも多分、今辿ってきた道筋から考えて、いいものにはなってるんだけど味が取れないっていう状態なんで。最終判断、後日デイツ。3と4をベースに後日、後日。嫌やな、後日定番聞かしてくるの嫌ですよね。嫌ですね。あ、片っ端から電池が死に出した。どうしましょう。どうしましょう。じゃあいつ行きますか。微調整ですね。微調整ですね。はい。はい、というわけで、まさかの前回の冬ブレンドと同じくデイツ、デイツ。楽しくなってまいりました、ね、はい、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前回ですね、おとといなんですけど、やりすぎてカメラの電池切れるわ、味覚はね、もうボケてきてわけわかんなくなるわ、でもうこれはどうしようもないやというところまで来ましたんで、もう日を改めてということで、まあ、しょうがないですね。妥協はせず、はい、2日目頑張りましょう。頑張りましょう。まあ、ただ、前回の冬ブレンドと違うのは、もうほぼほぼまあ決まってますからね。多分先週、あ、先週じゃなくて前回デイ1で、もう大体まあこんな感じでしょうねってできたんだけれども、味がわからんという状態だったんで、ちょっと今日それの味を見て、まあ、最終チェックと、あとはまあ微調整くらいをできたらなと思ってます。じゃあ、はい、やりましょうか。頑張りましょう。もう入れます。そうですね、一回もうドリップします。はい、割りできてるんでやってみましょうか。前回ほんとわけわかんないようにしたよね。最後うんみたいな。味あるかな。いや、美味しいコーヒーでもそうなるんですね。なりますよ。これが、エチオピアを増やした分を、あれだ、あのなんかピークブルボンに切り替えたんだ。そうですね。ガヨが3。これ、また緊張しますね。するんですね。すごい、すごい、この絵面。
ち着きますよね、この落ち着きますよね、いい音ですよね、これ入れないと実際わかんないですからね、と思うのって日本人だけなんですかね、アビサリ的な、ね、なんか獅子落としみたいなね、そうそうそう、静寂の中のね、うん、流れる音、せせらぎみたいにも近いような、でもあれですよ、2日今経ったから、はい、味も落ち着きましたね、きっとね、ちょうど最終判断を下すのに良さそう、良さそうです、セーフ。よし、できました。はい、じゃあ飲みましょう。飲みましょう。とりあえず最初に入れた方から、はい、いただきます。あ、落ち着いてる。あ、おう、あ、何おとついおととい、何も感じなかった。あ、美味しい。あ、優しくなった、あ、カズマックスになった。僕好みになった。よう戻りやすって、よう戻りやす。おかえりなさいみたいなことですか。カズマックスの味が戻ってきたここに、はい、あ、いいのこれ。よし、じゃあ次4位いきましょう、よし、じゃあ次。熱っ。ちょっと時間差ありましたからね、はい、3のつもりのめっちゃあった。お、うん、もう僕の中でどっちか決まりました。3、はい。、うん、意外ですよね。でもあれ、そっちもワッシュドいっぱい入ってるのに、うん、一発目の方が柔らかい、カズマックスのお味。4はちょっとまだとトゲがトゲがありますね、効いてますね、結構強いな。で、それはこっちでいきましょうか。これはどう思いますか、完成度としてはどうですか。いや、美味しいですよ、美味しいですよ。いいですよね、はい、大丈夫ですよね、はい、チョコに合いそう。あー、チョコに合いそう。いいですね、いいですね。アイズもうまそう。お、オールマイティーだ。うん、あー、やっぱこれ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 ですわ。うん、美味しい。柔らかく、甘く、ちょっと華やかで、うん、はい、でもコクがしっかりあって、これだったらね、あの酸味が苦手な人とかも全然飲めると思うし、深入り好きな人もこれならっていう、うん、いいところになって落ち着いた気がしますね。いけますね、うん、多分、うん、ペーパードリップにしてもフレンチプレスにしてもサイフォン、エアロプレス、マキネッタとか、まあ、いろいろコーヒーあるけど、これラテにもありそう。そうですね、なんかアレンジメニューとかにも全然、ね、オールマイティーですね、ほんとオールマイティー。よし、オッケー。めっちゃ満足いってるじゃないですか。え、デイワンのあの悲壮感ゼロですよ、顔から。でもあんなの忘れました、もう。溢れ出てますよ。いやー、デイワン本当最後どうなるかと思ったけど、溢れ出てますよ、満足。よかった。どうなんですかね、やっぱ味が取れなかったんですかね。ですね、本当に分かんなくなるもんですね。やっぱ良かったですね、妥協しなくて1日2日置いてね、うん、あ、美味しい、柔らかい、美味しいですね、美味しいですね、うん、よし、いい感じに、はい、じゃあ5種類ブレンド、入ってるのがインドネシアとガテマラとコロンビアとエチオピアとコロンビアのピンクブルボン、おほほですね、はい、5種類、よっしゃ。すごい贅沢な。今日は綺麗に決まったな。
贅沢に贅沢ですね。いつもにピンクブルボン入ってるなんて。そうですね、大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫でしょ。100面の方は光栄ですからね。まあ配合の、あのあれでなんとかうまくやってくれるそうですお願いします。はい、頑張ります。はい、よし、綺麗に決まったところで、じゃあはい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド、またアバウタースコーヒーさんに、お邪魔しまして、カズマックスブレンド、これからね、もう1年通して、販売する豆作りました。美味しいのできました。ありがとうございます、ありがとうございます。毎回ありがとうございます。お店で置こうか。ありですか。ありですか。ありですか。美味しいですもんね。はい、ね、はい、アバウタースさんに来れば飲めるし買えるみたいなの、なきにしもあらず。なきにしもあらず、まあ、ちょっと今後、相談、要素、要素なんで、まあ、ないかもしれないし、はい、あるかもしれないし、まあ、この辺にちょっと書いておきます、はい、販売方法も、販売方法改めて、はい、改めて。あ、ただあの、もうこの動画が出てる頃にはこの概要欄に、アバウタースコーヒーさんのリンク貼ってあると思いますんで、もうこの時点でね、販売開始してますんで、ぜひぜひ皆さん、概要欄からチェックしてみてください。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド、カズマックスブレンド4ですね。4ですね。はい、4番を作りましたというわけでございました。ほんまやいい感じに収まりました。はい、ホームランバッターです。じゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね。じゃあね。はい、ありがとうございます。よっしゃ。